クリスマスイブですか、世の中は。え？ひじてぃ、どうも、最後です。結構前の動画で、俺、煙玉作ったんですよ。見たことない方は、下の概要欄に貼ってるんで、よかったら見てほしいんですけど、卓球の球を燃やして、煙玉を作ったんですよ。ガスコンロでやったんですけど、もう全部燃えちゃって、火事でした。なんで今回はその反省を踏まえて、アルミホイルとマッチを使って、で、煙玉をつこってなんだよ。作っていこうと思います。今回の煙玉の作り方はですね、アルミホイルを用意します。この頭のとこに、まあ何でもいいです。自分ペッツ好きなんでペッツ置きます。その下にマッチを引きます。こんな感じです。くるくるっと巻いていきます。ペッツいらねえ。はい、みんな大好き黒ウーロン茶。これをぶっ刺しますと。そして、チャカメカです。えいやー、うち初めてやるけど大丈夫かい、これ怖い怖い怖い、いい怖い、初めてするんです。これいきます。あー入っちゃダメー、出ておいでー、怖い、爆発とかしない、あ、火事じゃんけこれは。ちょっと待って、けどちょっと煙たまりました。こういうこと、俺が言いたいことは、オルタナチャンネルに負けてたまるか、えぐでー。おい、わかりますか？今、煙が入っていきました。こんな感じで、煙をいっぱい溜めることができるんですよ。この煙をいっぱい溜めたら、待って！大丈夫かな？ナイス！この中に煙をいっぱい溜めて、ポワーンってしたら、ポワー！煙玉の完成です。ちょっと煙溜めていきます、この中に。あ！あ！マッチ出ちゃっち！無事。来た。お！はい、第1次。あ！全部出るし、全然入ってねえじゃねえかよ。この中でマッチ燃やすのが一番いいか、男ならガツッと一発で決めないと。マッチをいっぱい入れて、これを一気に燃やしたら煙が多分溜まると思うんで、イエーイ、煙玉。さあさあ、怖いよ。3、2、1、よいしょ。父やびー、普通地火事、もうちょっといけたな。ファイヤー、きたー。で、煙を伏せます。これで煙溜めます。はい、で、ちょっと煙溜まった様子なので、俺の様子は開けてふわーですんでね、いきます。3、2、1、うわーん、惜しい。やめだやめだ、もうやめだ、部屋の方が煙たいよ。あー、どんどん焼きの後の匂いがするな。どんどん焼きだよ。